皆さんこんばんは。ダーケストダンジョンやっていきたいと思います。さあ今回はですね、レッサーハグの討伐というところでね、ちょっと今回こちらをやってみたいなと。メンツはこのメンツとなります。作戦としては、まあこの方は樹海、今回行く場所は樹海ですので、ダメージプラス 15% というところでね、でこういった火力の高い攻撃でボスを攻撃しつつで、この人はこの人で、ピストルショットとかね、あとこれでダメージ上げたりしながら攻撃をすると。でこの人のこのターゲットをマークをすることによって、この人の自分自身の攻撃もダメージプラス 60% を狙いつつ、この人のピストルショットもダメージプラス 30% すると。でジェスターの方で、まあ、出血させるなり、命中率を上げると、フリー率とかね、あとストレスを下げるということでね、回復がちょっとやばいんですけれども、短期牽制でそこは雑魚とか武道弾発射とかでね、確実に削りながらやっていきたいなと思います。ではこちら準備、はい、12で足りっかな、多めに持っとこうか。松明も多めに持っていきましょう。今回ボス戦だからこれが欲しいかな。で5個1個買っといて、あとは出血薬草が1個あるね。スコップ1個でいけるかな。鍵で食料もう2つ買っていこうか。今回回復をもしかしたら食料でやるかもしれないのでね。さあこんな感じでいきましょう。I had collected many rare and elusive volumes on ancient herbal properties and was set to enjoy several weeks immersed in comfortable study. My work was interrupted, however, by a singularly striking young woman who insisted on repeated calls to the house. 若いじゃないよね、絶対。There is method in the wild corruption here. It bears a form both wretched and malevolent. 1、2、3、4、5。ここですね、多分。一番遠くにいるんじゃないかな。1、2、3、4、5、6。1、2、3、4、5。一番遠くのこっちにいそうですね。さあ、問題はトラップ大丈夫かな。あ、なんかある。これなんだ、偶像。これ聖水かな、使ってみる。お、強い効果をもたらした。お、なんかついたね。何ついた、野生の一振り。あ、命中率プラス5、いいじゃないですか。これは幸先いいぞ。おっと、敵出てきたね。はい、 The match is struck.A blazing star is born. そうだね。はい。早めに削っちゃいましょう。武道弾発射。As the fiend falls, a faint hope blossoms. お、いいね。極力ダメージを負わずに行きたいですね。Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. よし。さあ入って、いないね。じゃあこの場所行きましょう。ああ、トラップ、トラップは本当見えないね。はい、あら、ちょっと待って、これは、おお、勝手に触れるんじゃないよ、危ないね。はい、よし、癖直さないとな。さあ、ブドウ弾で削るべきか。ピストルショットで後ろ削ろうか。78か、結構きついね。近接弱体化させるか、クリティカル受ける確率上げるか。どうだ、よし、赤色滑る。
a devastating blow. OK。アイアンスワンで後ろを削って倒しきれないか。マサグルスワイプ。ただこれどうだ。Continue the onslaught. Destroy them all. エフ導弾発射で。はい。また弱体化。Slowly, gently. クリティカルペリカリティ上げて。Life is taken. 出血させたいけどどうかな。13か。ちょっと余裕があるから使っていきましょう。よし、マサグルスワイプ5。後ろ蹴って Confidence surges as the enemy crumbles. で、回復しようか。Inspiration and improvement. どうかな。生きてるでしょう。ほっ、よし、死なない程度にね。で、ストレス減らして、で血管炸裂。Press this advantage. Give them no quarter. お、どっちがプラス15になる。うん、こっちでいいね。誰かなんかつけれるか。ああ、どっち15いいかもしれないな。これと交換するか。回避率上げようか。はい。で、これは鍵だね。よし。包帯が手に入ったね。偵察中。障害物1個発見。行きましょう。バランスよく戦えるね、このメンツは。お腹すいた。はい、Nature herself, a victim to the spreading corruption, malformed with misintent. はい。偵察入って。よし。トラップがあるね。敵はいない。よし、いいよ。はい。As the light gains purchase.Spirits are lifted, and purpose is made clear. ああ、これなんだ？この木の幹に巨大な、おそらく中に何かがある。訳す意味ないんだろうな。はい、意味なかったね。はい。毒になった。毒消しは持ってきてないもんね。しょうがない。2か。君にいたいね。In radiance, may we find victory. 偵察はない。これか。これ聖水じゃないんだ。スコップっぽいね。ちょっと触れんのやめましょうか。せっかくだから、あっと。いや。よし。クリアを考えましょう。弾発射。早めに倒しちゃおうね。ただ余裕がある。いや、やっちまうか。 Their formation is broken. Maintain the offensive. はい、いいね。あ、でキャンプ張れるか。 Foolish horrors brought low and driven into the mud. はい、多分この先ボスだと思うんだよね。偵察入んねえかな。入んねえか。まあでも、キャンプしましょう。Circle in the dark. The battle may yet be won. 4。で、荒くれ者は。これ使うか。トランス。強化していくよ。遠距離スキル、はい。ジェスターは味方一人の命中と距離を上げる。
3使っちゃうか、これで。あーっと使っちまったな。あらー、これ、使いたかったな。マジか。ストレス15。HP を回復か。この人は HP 回復させる？ストレスより。HP 回復させちゃうか。はい。休息。計画通りに進んでいる。力強い鼓動だ。用心しないと最初の見張りは任せてくれ。来たよ。The darkness holds dominion. 来たなー。Black as death. 入れ替わった。迂回のスペル。やめてー。ストレスが溜まっちゃうから。数減らそうか。Be gone, fiend. よし。後ろだ。はい、バトルバラドで切り込み、なんとかこの状態に倒すしかないね。バトルバラド、よし、貸して切り込み。But a victory nonetheless. Move. で、この場所に向かいましょう。あー、トラップ。Carelessness will find no clemency in this place. はい。ここで合ってると信じて。はい。さあ、行くぞー。火砲が隠されていた。はい。よし。行くぞ。We require only the strength to follow it. 来ましたね。デッサーハグ。Twisted and maniacal. まずは。A slathering testament to the powers of corruption. で、ピストルショットだな。速攻で倒すぞ。やばい。鎌に入っちゃう。いやー、入ったなー。アイアンスワン、よし。やばいね。肉叩き。はい。ターゲット弱体化。よし、マークしたぞ。大丈夫か。いやー、もうこのまま倒しちゃおう。うら、アイアンスワンで死ね。The wood is still poisoned. The way is still blocked. 来てる？あ、来てるね。will be eaten. あー、よかった。入手。何かアイテムはないね。クエストコンプリート。バトルバラード使った後でよかった。お宝は大したことないですね。ただこれが手に入ったからね。お、1人3になったね。入江強吉、独立リストプラス10。お、無料だって。Cause for celebration. 無料か。無料っつっても、マレさん、ずっといるね。とりあえず、今行った人たちで、ストレス回復してほしいんだけど。
あと誰だ？ローさん。あ、全員あれか。誰がいいかな。はい。スナルポンさん。フリー。で、あとはとりあえずいっか。お金がないね。満員で、イニシさん回復ですね。この人に、さあこれか。回復スキルプラス 33%、 マックス HP よりもこうしようか。これでストレスもマイナス 35% ね。ストレス上がりづらくして、速攻でスピードが上がるか。博打打ちで、マックス HP 誰かに持ってほしいとこですね。ファインズさんは脆弱で、これはちょっときついか。マックス HP ね、これプラス 10% にするか。スピード遅くなっちゃうけど。他になんかあるかな。プロットプラス5。遠距離スキルの命中率が上がる。ブルチさんなんかどう？遠距離スキルの命中率上げてね。あとは、この人の耐性はなんだ？50% ぐらいずつはあるか。ただこの人はどこでも攻撃できるタイプなんだよな。ムーブレジストは関係なさそうですね。毒と出血に対するレジスト上げとくか、はい、こうすると病気には良いけど毒と出血に対しては良くなったね。さあ次どこ出発しようか。パーティーへのストレスマイナス 40%、 変身によるストレス長いはちょっときついよね。天使のクロス、異形系に1体の8ポンドブリガンドを殺せ。ムーブレジスト 30%、 ムーブスキルの発現確率 30%。 これは松明の残量が低い時でしょ。これはちょっとな。フロット25、もうちょっといいのない？ムーブスキルの発現確率プラス 20%、 ムーブレジスト、弱体化発現がプラス 30%、 レジスト 30%。 弱体化スキルか。弱体化っていうとどうなんだろうな。例えばロベットさんなんか、これはマークはマークだけだもんな。家は忌まわしきもの、毒と気絶のスキルの発現確率がプラス 20% ですか。もっと簡単なのないかな。これでいくか。短いでちょっとお金稼ごうか。樹海ね、樹海に行ける人。
レイナルドさん。どうした方がいいな。ビニシさんも行こうか。あとはフェアさんと。樹海冒険家だな。樹海。みんな樹海に対して強いね。ピキリさん行く？マークされた相手に対して強いんだけどね。マークするスキルないんだよな。うん。この人にするか。手稼げだもの単純。この人にしようかな。組み合わせを変える予定ですのでね。ブルチさん。がいて、あと誰だっけな、賞金稼ぎがいてのよ、ペアね。賞金稼ぎ前2人の、あとはマークする弓の人1と回復役かな。ジェスターも欲しいとこだけどね。まあそこら辺の組み合わせは考えながらですけど、これね、マークをして賞金稼ぎ2人で叩きつつ、この回復もね、このペアでいこうかなと思いますので、とりあえず今回は短いレベルいこうかな。いい報酬ねえもんな。まあでもこれか、これいくか。いいえね、忌まわしいものだし。はいはい、12スコップ1の薬草1の鍵1の清水、あー2個なした、もったいね。松明12、こんなもんでいこうか。出発。クエストなんだっけ、ルームバトル 100% だっけ。ちゃんと見てなかったな。These salt-soaked caverns are teeming with pelagic nightmares. They must be flushed out. 本来は樹海に強い人たちなんですけどね。はい、金ゲット。はい、中身を手に入れた。Finding the stuff is only the first test. Now it must be carried home. トラップ。Cruel machinations spring to life. やべえ、12ラウンド。With a singular purpose. なかなかですね。The match is struck. はい。A blazing star is born. 偵察中。戦闘がありますね。はい。さあ、お宝をゲットしよう。いいね。If only treasure could staunch the flow of otherworldly corruption. ほっ、トラップ解除。よし。The way is lit. The path is clear. We require only the strength to follow it. さあ、で大丈夫かな。あ、敵は走り速いね。おう。やめてほしいね。さあ、で、まずは気絶させましょうか。こいつまだ攻撃してなかったよね。おっ、気絶で、はい、毒ウォータースピア。いや、痛いね。熱心な警告でいける。一匹ずついくか。Annihilated. よし、後ろはベスト爆弾だな。ナイス。で、気絶はしないか。ここだね。毒弱体化、破壊のスペル。
さあで気絶させられるかな。はい、で後ろはまたペスト爆弾。よし、良くなったね。ウォータースピア、いやー痛い、痛いね。気絶はしなそうだから、よしよっ、バリアしたね。よし、死んだね。This is how a life is taken. ウォータースピア、いやー痛い、攻撃力高いな、ここら辺のやつも。はい、して、そうだな、毒で死ぬんじゃない、両方とも毒で死ぬね。じゃあこれで松明プラス24、100にしましょう。で、恵みで回復。で、回復。で、奴のターンが来たら来る前にだね。よし。はい。いいね。ストレスも回復しよう。はい、やりましたね。これはなんか使えんのかな。ここも拾うか。おう、はい、何か特に持つもんないよね。よし、じゃあまた戦闘だな。はい、なんか出てきたな、クラゲみたいのが。後ろの大丈夫かな。硬いね、ロット75、あんましよろしくない気がするけど、攻撃しながら回復するか。じゃあ1から1、めっちゃ硬いね。ほっ、さあ回復しながら攻撃して、手前毒噴射した方がいい気がするんだよな。5ポイントでしょ。おっ、毒だったね。で、手前気絶か後ろに毒か、手前気絶してほしいね。レジスしたか。じゃあ勝ち割れ、いやー勝ち割れない、やばいね。大丈夫かな。しびれる触手回避。よし、粘つくソルト。おお、回避避けるね。1、気絶したね。おっ、弱体化、しびれる触手、気絶かな。やってくれるじゃないの。ほっ、よし、で攻撃を続けて、はい、毒で、神の恵みで回復。Great is the weapon that cuts on its own。すべて入手。一応ね、この回復スキルプラス 33% っていうのがついてますので、多めに回復するというね、なんともありがたいことです。はい。The light, the promise of safety。これ鍵使うべきじゃないの？ほっ。意味ないの？マジかよ、もったいないことしたな。
これなんだ今度。ああ。なんか覚えたな。光の戦士になった。光の戦士の効果ってなんだっけ。誰か覚えてる人いる？松明残量75以上の時にダメージアップか。あれ？あ、置き換えでなくなっちゃったんだ。マジか。やっぱこういうのを早めにロックしないとやばいよね。傷つけるダメージプラス 10% 欲しいよね。うん、戦士なくなったの痛いな。火力が下がったね。さあ、まあ、こいつらでしょう。よし、技術されたな。技術させないとね。シャーマンの方が厄介かな。はい、テスト爆弾後ろ。毒になったね。倒しきれないね。10から19足りない。さあ、うー、回復してきたね。やっぱ後ろの厄介だな。ウェーブストレス下げてきたね。おっ、毒。さて、これで回避された。テスト爆弾やるよりも、うん、こいつ毒にしようか。神の恵みで回復。よし、倒れたね。Destroy them all。毒噴射。よし、毒になった。次で終わるね。痛いね。神の恵み。In radiance, may we find victory. 回復。で、どうかな。次、こう食らうでしょう。回復しましょう。で、パーティー全員回復。よし。ストレス下げて。よし。あー、左行かないと分かんないか。あー、トラップ。いやー、どっち下がった。Unsprung and thirsting for blood。あ、松明あったね。よし。回収。で、使いましょう。さあ、いるかな。いるね。あー、鍵がないのが悔しい。ここで使えたね。さあ、って、とりあえず行くかな。後ろにも毒だね。スラッシュが痛いんかな。手前のやつは、おっ、傷しろ。いいね。
OK。 あと気絶させたいとしたらこいつかな。さあ2ラウンド目、よし、次の毒で終わるね。ウォータースピア、痛いね。次の毒で終わるからこっちだな。おっ、死なないか。はいはいはい、次のターンの命までですね。だからこっちを行きましょう。 Confidence surges as the enemy crumbles。 で、ああこっち2人か。パーティー全員癒しよう。はい、倒れた。で、これでベスト爆弾で後ろです。4か。ウォータースピア、クリティカル痛い。クリティカル痛いよ。クリティカル痛いよ。で、これ使って松明回復で、ちょっとこの人回復だね。はい、何だろうか。Seize this momentum. Push on to the task's end. 松明1個捨てるか。750いいね。あとは毒消し2ついる。いや、薬草の方がいらねえかな。いや、毒消し2つ捨てよう。よし、はい、罠だった。しかもここで毒か。じゃあね、こっち戻ってからキャンプかな。結構減ってるね。はい、もう一回行きたいね。ここまで行こうか。そこでキャンプしよう。出てきたね。ゲダモの単銃で、はい、毒。ああ痛いね。ベスト爆弾か、後ろをやるべきか。いや、こっちだな。よし、7ダメージ。痛いね。ウォータースピアミス。パーティー全員回復。 The flesh is knit。 よし、で、会心の一撃気絶させて、後ろか毒噴射か。だね、毒鉄火製で気絶させられるかな。ほら、気絶。よし、毒で死んだね。で、パーティー全員で癒す。毒になったけど気絶が解けただけ。熱心なパーティー。よし、これでこっちは毒で死んでみましょう。スラッシュ来たね。9痛いね。だが大丈夫。はい、で、これで回復しようか。 OK よ。これで回復しようか。
じゃあ、はい。Success so clearly in ルビー。Or is it merely a trick of the light? これ欲しいな。スコップはちょっとね。これ、持ってんじゃん。これ持ってるやん。はい。よし。次のマップで使いますよ。ほっから。なんだこれ。Another mariner? 障害物だ。Another misfortune. ちょうどよかったね。いるかな。よし、いなかったね。偵察中、トラップがあって何もない。あ、じゃあ前まで行っちゃおうか。何もないならね。はい。優秀。トラップ解除。頼むよ。ストレス解消。はい。お腹空いてきた。食料は結構やばそうだね。で、これ使うと。A spark without kindling is a goal without hope. 腹半分。HP の回復なくていいか。ちょっと食事ちょっと取っとこうか。熱い演説。ストレスはどう？祈る。祈るは使いたいよね。あ、でもこれ信仰心ありの時。これ使おうか。ほっ。間違った。はい。全体じゃなかった。そんなな。あとは、何かいいの持ってる人いる？この人はスピードアップ。レジストがつくけど6カート。励まして下げるべきか。下げて4になったとして何使うかだな。まあ、何かしら使うことができるだろう。ストレスを下げましょう。4、何か使えになるかな。ああ、命中プラス10。命中プラス10はいいかもしれないな。これいきましょう。はい、命中率上げます。4回の戦闘部休息。健康に恵まれている。今日は雲はいなかったけどな。Secrets and wonders can be found in the most tenebrous corners of this place. 待ち伏せ、しかも厄介だな。あー、ストレスウェーブ。まずやんなきゃいけないのは気絶させないとやばいね。こいつ。Well struck. 気絶。いやー、気絶させられたな。あ、レジスト、あ、気絶したね。厄介よ。行くか。頼むぜ。硬いんだよね。でもで、クルセイダーが何もできないから前に移動。エパツクシフト。モータリティクラリファイドインアシングルストライク。ストレスウェーブ。やだね。カイマのトゲ痛いね。
けるで前進するか。うわ、よし、テスト石特訓者レジストしやがった。引っ張るぞ、許して。で、神の恵みで回復、粘つくすると痛いね。ストレスウェーブ、あー後ろ下がったな。スラッシュ、こいつはね毒じゃないと倒せない。レジストしてくんな。暴れる、いけ、こいつ気絶耐性あんだよな。ただ2から5、よしちょっとずつけずろうか。パーティー全員回復。 The wounds of war can be healed but never hidden。 いいね、ターン目。いや、後ろにペスト爆弾だね。おっ、4か。はーい、ストレスがやばいね。引っかく、よし、邪魔だ、前に寄せて。パーティー全員癒しましょう。暴れる、あ、デストロイド、よし、危ねえ。These nightmarish creatures can be felled. They can be beaten. ストレス値がやばいですね。三戦闘はまだ火力は上がりそうですね。さあ、まだまだか。はい、盗まれた後戦闘があるぞ。またか。さあ奇襲、あ、手前やっぱこいつはこれで何かしたいね。毒ロッケ、ほい、一人倒した。下駄物で、こいつだよ。オッケー、今日だ。Be gone, fiend。 よし、倒した。ストレスウェーブ、嫌だね。識別から解けたな。なんと、カイマのスラッシュ痛いね。だけども、そうだね、パーティー全員回復させましょう。あとはもうお得意の後ろは毒でいいよな。毒にしましょう。いいね。で、真ん中に獣の探知、気絶ができそうだね。黒い、オッケー。さあどう、味方回復させないか。ストレス与えてくるね。はい、よし、次の毒で死ぬでしょう。だからストレス回復して、光の恵み、
毒出血か。特にこれと言ってたな。毒投げつけとくか。Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. いらねえな。はい。よし。ルームバトルまだ終わんねえか。聖水を使うような場面がなかったですね。はい、何もなし。下か。松明発見。いいね。そして松明発見。いいね。Littering gold, trinkets and baubles. で、大丈夫？出てきたね。Blood. またエスカルゴいね。ただエスカルゴには桁もない。いいのダメージか。ちょっと足りないね。爆弾、いや毒噴射でこいつだな。よし。で強打。Decimated。ウォータースピア。回避。Another abomination cleansed from our lands。やつらだけだったらちょっとストレス回復させてくださいね。審判必要。どっちかというと気絶だね。で毒噴射だ。いいね。次で終わりだな。松明用で、はい。まあ、誰か回復させられる人いる？いないけど、クリティカルじゃないかな。はい、ストレス解消。クリティカル出ないかな、誰か。今回は結構稼いでますよ。さあ、最低でもあと1回はルームバトルあるからね。どう？一番奥か。ここ行って終わりですね。宝を巡るか。おトラッパーだ。はい、いいね。よし、ストレス解消。はい、中には地図があった。あー、ダメージ食らった。もうあれだな、食べるしかねえな。はい、はい、さあ、隙間開けて、この戦闘さえ終わればだな。はい、宝が入ってた。これいらんないでしょう。うん、2匹ね。ちょっと厳しいかな。取れません。いやー、瓦礫。Without tools of iron, you must rely on flesh and indefatigable purpose. さあ、ラストバトルです。またエスカルゴいんな。エスカルゴはまず早めに倒したいから、回復は一旦待ってもらおうか。こいつだな。こいつバリア使うやつね。こいつも勝てんだよね。硬いから毒で行きましょう。毒噴射いっぱいいける。よし、
配信の一撃で気絶させたいんで。OK。ストレス値がやばいですね。ベスト爆弾をするべきか。いや、こいつだな。こいつ硬いんだわ。強化したね。果物取って。よし、こいつは次のターンか。痛いね。ストレス値だけ気をつけて。もう、守りに入ったね。全員癒すか。ちょっと回復しようか。気絶させたかったけどね。じゃあ会心の一撃でも普通に攻撃した方が早いか。インプレッシブ。さあ3ラウンド目、ストレスレベルか。来たね。いやー、来た。精神が試される時が来たか。いやー、悪態。フラストレーションお前の通った後にはフランシッチュ。もうディストラクティブ than 100カノンズ。一人が死んでやれな。早めに倒して帰ろう。はい、ちょっとフルスタリーしようか。Precision and power. 弱体化毒。居場所に住む死体が増えた。はい。Eradicated. This expedition at least promises success. いろいろとだな。松明捨ててもらって。これも捨てて。よし。宝っぽくかんな。売れるか。生身を手に入れた。いっぱいいっぱいか。これ合わさんねえの。3か。証書、銅像と紋章か。これ1個の代わりにこれ4つがよくね。ちょっとこれは無理だね。帰りましょう。 At lastWholesome marine life can flourish. If indeed there is such a thing. いいね。全体的に稼ぎましたね。ああ、紋章いらなかったな、そんなね。お、はい、はい。巣窟探検家。置き換え、冒険家。裏に帰還。Finally, the serum is working. 内科病棟は manageable. 内科病棟、ああ、これは何を治すもんだ？あ、これいけねえじゃん。内科病棟ね、病気気質、あ、病気か、気質か。こういうの入るってこと？入んないね。入り江恐怖症。あれ？こいつは？ああ、こっちは癖か。こっちは病気か。病気を負ってんのいないんじゃない？これでしょ？ちょっと無理だね。問題行動っていうのであれば、利己中心的とかだよね。まあ、で、こっちも、1万かかるで。利己中心的、あ、めっちゃ高。
竹、竹。高すぎんな、おい。ただね、強打者欲しいよね、これね。いくらかかる？1万5000あるからな。ちょっとこれ、1万500竹。ちょっとなんかなんないの？コスト。患者病棟。処置コスト。The front line of this war is not in the dungeon, but rather inside the mind. 12の8か、ちょっとこれ、上げてえな。あ、これ3で1個にできる。変えて。はい。Curious methodologies and apparatus can calm even the most tormented soul. いや、結構きついな。42までいっちゃうとちょっときつくねえか。はい。で、こうして、はい。これ早めにやった方がいいね。で、レイナルトのこれ入院させようか。はい、つけよう。で、ヘアさん、君は肉体の喜びでなんとか頑張って。リニシさん、勝利の。はい、この酒場もな。コスト減らしたいけど、これなくなっちゃったね。紋章ね。カイロンさん、減ってんな、だいぶ。真ん中空いてないかな。空いてるね。よし。こっちでよかったな。食材のまあ強化してたっけ。地味に強化してんね。はい、ということで、アイテム何が入ったんだっけ。味方による回復がプラス 20%。 あ、忌まわしいもののこれが手に入ったんだ。じゃあカイロンさんの装備だね。はい、毒と気絶の発生率いいね。あとは没落者はムーブレジストと命中率上げてるか。さあ次どこ行こうかね。まあ次回用にね。はい、ルーム調査か。これはマックス HP ダメージが減るのか。強者のリング、ダメージあんま減りたくないよな。廃墟、ベテランだね。入江は、うん、近接スキルダメージ 10% いいですね。短いし、これはいいかな。これは、うん、次回はね、こちら行きましょう。ルームバトル 100% 完了で近接スキルプラス 10% というところでね。まあそのうちね、スワインプリンスとかを倒すような感じにしないといけませんけれども、ちょっとずつね。スワインプリンスは確か前列攻撃だから、それこそ賞金稼ぎ2人で行きたいな。ただレベルがね、上がってないのと、ちょっとやりたいのがあるんですよね。このプルとかね、ちょっと使いたいのがあるんですよ。ターゲットマークじゃなくてね、この2人と、修道女もいないと無理だな。
だから次行くとしたら、クルセイダーか、これ。もしスワインプリンスやるとしたら、マシュルやって、リキリさんがいて、で、ファインズさんがいて、で、回復薬の、まあ、リニシさんがいるというところなんですけれども、まあ、ちょっとね、そんなすぐには多分できないと思いますので、この回復もね、一旦、入江の短いので、ファインズさんとかのレベル上げたりしましょうかね。まあ次回はそんな感じでやっていきたいなと思います。それではまた次回お楽しみに。さよなら。